上田自由大学は、1920年代初めから30年代初めに、かけて、長野県上田市、小さ型軍地域の青年たちが起こした民衆による、地域文化の創造と変革を求める自由、教育運動である。この地域で、創造的に生きようとしていた、金井正、山越治蔵、伊坂直一という三人の青年たちと、新しい文化運動の実現に意欲を示していた。 在野の哲学者である土田京存との人間的な交流の中から生み出された。金井と山越えは上川村の富裕な三種製造農家の青年で哲学に関心を持ち、特に金井は1916年哲学講習会に費用の大半を負担して西田北郎を招き、さらに山越えと共に山本金井の提唱する農民美術運動と自由が教育運動に、 協力していった。また、山越えは、1920年5月の総選挙で、普通選挙を要求する劇文を村民に配布すると、共に、不戦推進のための講演を、土田共存に依頼する。この地域では、山越え愛のしし坂をはじめ民本主義に共鳴していた、上田周辺の青年たちが集まり、20年10月に人類の自己実現と、 現代日本の正当なる改造を目標に掲げた品の黎明会を結成し、普通選挙運動と軍備縮小運動を展開した。土田の講演は彼が病気であったため実現せず、1920年9月に哲学講習会として実現する。土田はこの時のことを青年 Y から我々農民が哲学の講義を聞きたいから来てくれと言ったので、 私は農民と哲学とあまりにその対象が面白いので、その秋出張することにしました。そして哲学の初歩手ほどきのようなものをいたしましたと書いている。土田の講演は好評を博し、翌1921年2月に再び哲学講習会を開いた。山越えはこの講習会の成功からさらに視野を広げて哲学だけでなく広く人文、 社会科学系の学問を学ぶ民衆自身による学習機関を作る必要性を土田に提起していく。土田は京都にあって新しい学習運動の実現に意欲を示し、山越図書館を往復しながらその具体化を図っていった。土田は上田からの熱心な問いかけに応えて、自ら賀の自由大学主意書を寄贈している。 その趣書は1921年7月に一般に公開されたが、設立の趣旨を次のように書いている。学問の中央集権的傾向を打破し、地方一般の民衆が、その産業に従事しつつ、自由に大学教育を受けくる機会を縁がために、総合長期の講座を開き、主として文化的研究をなし、何人にも公開することを目的といたします。 この趣味書からも知られるように、自由大学は、日々の生産活動に従事する民衆の立場から、近代日本の教育体系を批判し、新しい形態の民衆の学習機関を創造しようとするものであった。そして、品野自由大学は1921年8月に、設立を見る。品野自由大学は、1921年11月、 上田市横町の新職合議所を会場に、常藤康氏の法律哲学で始まった。22、3歳から60歳くらいまでの聴講者50名余りが集まったが、その姿を見て、講師の常藤は一種悲壮な感に打たれたという。京都に帰ってから、常藤は聴講者たちに宛てた手紙の中で、真理と自由とに向かって、 熱烈な欲求を持っている人々と、それを取り巻いている簡素な、薄汚い建物の内部との対象がその建物の中に入った瞬間に、私の目にはっきりと映じたためではなかったろうかと書いている。上田自由大学の講座の開講時期は、農村青年の時間的な余裕を考慮して、いわゆる農寒期、だたい10月から翌年3月までとし、 調講料は調講者が1講座3円程度を負担し、人文科学系の講座を中心に、1講座平均5日間、1日平均約3時間の講義を行っている。講師には、法律哲学の常藤康氏をはじめ、哲学概論の土田京存、佐竹哲夫、文学論の高倉出る、哲学史の出、高志、谷川哲造、社会学の新名制度を、 仏教学の金子大英、社会思想史の秦野叶え、政治学の今中継ろ、心理学の大脇義和、社会政策論の松沢兼人など、学問の分野でも新しい機運を代表する人々が招かれた。その講義内容は、どの講師も普通の大学での講義と同様なものを講義していたと考えられており、現存する筆記ノートによれば、かなり高度であったことが知られる。 今中継ぎ丸は、私の一番嬉しいのは、私が学校におけると同じ自由を与えられ同一程度の講義をしたにも、かかりはらずご了解くだすった、ご様子を見、出たことでありますと語っている。また、自由大学一週間の講義は、大学一年間の講義に匹敵したと言われ、第二期に出向した山口翔太郎は、大阪正大の一年分の講義が5日目に終わって、 しまって、慌てて、宿屋で、翌日の講義の準備をしたというエピソードも残っている。聴講者は、1講座あたり40名で、比較的富裕な中農層の農村青年と、小学校教員が多かったが、中には少数ながら、芸妓や女教師など、女性の参加も見られた。自由大学では、聴講者と講師とは学問への情熱によって結ばれ、 例えば、常と康氏は、寒さに引き締まった空気の中に、静けさが満ち渡り、明るく楽しげに輝く伝統のもとに、聴講の方々の熱のこもった瞳を見開いて、じっと聴講してくださるのを眺めながら、私は時間の移るのを気づかないで喋りましたと語り、で、高しは、毎晩3時間余りはみっちり講義をすることができたし、またその講義の前後にも、社務所に泊まり込みの熱心な青年もあって、 いろいろ話し合ったが、みんな自分の気持ちをむき出しに話す真剣で実直な人々だったと回想している。自由大学の講師の中で最も人気のあった高倉テルは別所温泉に移住し、病気の土田の後を継いで自由大学を指導していった。上田で始まった自由大学の試みは各地に反響を呼び、長野県、新潟県その他の地方都市や農村に波及していった。 各地の自由大学は主に、土田共存の人的交流の中から生まれていった、側面が強いが、具体的には、長野県内では、下稲郡飯田町に、稲自由大学、松本市に、松本自由大学、新潟県では、北魚沼郡堀の内村に、魚沼自由大学、南魚沼郡米ヶ崎村に、八海自由大学、群馬県前橋市に、 群馬自由大学などが設立され、それぞれ地域民衆の学習運動としての足跡を残していった。また、宮城県、京都府、青森県、兵庫県などでも自由大学設立の動きが見られた。自由大学が各地に設立されるに伴い、1924年8月には、各地の自由大学の連絡機関として、 自由大学協会が上田に作られ、1925年1月からは、伊坂直一が発行権編集者となって、帰還し、自由大学雑誌が刊行された。このように自由大学運動は、全国各地に波及していく1924年に、公用期を迎えたが、しかしその頃から、当時の青年をめぐる、社会的、文化的状況と無関係ではありえなくなり、外在的にも、 内在的にもある種の亀裂に当面せざるを得なくなっていた。そり一つは土田共村の構想する自由大学の理念が批判を受けるようになったことである。上田自由大学でも1925年頃から様々な運営上の困難に直面するようになった。特に聴講者の減少に伴う財政上の困難は自由大学の経営に大きな影響を与えた。 この地域の養産業の停滞と不安定の傾向の継続に伴って自由大学の聴講量は青年にとって負担となり、聴講者は減少し始めたのである。また、自由大学の講義内容が人文科学系の学問に偏っていることへの批判に加え、自由大学に熱心であった講師の海外留学による講師難、 高倉テルと伊坂直市との間の亀裂など問題が重なり、1926年3月以降、ついに講座の中断を余儀なくされた。それから2年後、農村不況が深刻化する中で、この地域でも農民運動が活発化し、1928年4月には、上昇農民組合連合会が結成された。このような状況の下で、青年たちは、 現状打破に動き始め、小さ型軍連合青年団は次第に急進化し、青年団自主化運動や青年訓練所廃止運動、伝統量値下げ運動など様々な社会的実践を進めていった。この青年団の幹部の人たちによって自由大学が再建される。1928年2月に自由大学の再建を呼びかける手紙には、地方文化開拓のためには、 唯一の期間たるこの大学の閉鎖は地方民衆のこの上もない不幸損失であるというのでその復活を希望する人たちが少なくありませんと述べられたが、その運営の中心に立ったのは伊坂直一、山越治虫に代わって青年団の幹部山浦国久、堀米吉浦の青年たちであり、それに全面的に協力したのが高倉テルであった。 再建された自由大学では、1928年に高倉と三木清1929年に高倉の講義が持たれ、上昇農連の伊沢譲や伊沢国美ら高倉と共に農民組合運動に関わった貧農層の青年たちも調考するようになった。青年たちは自由大学に自らの社会的実践の思想的な根拠を求めたと言われ、 自由大学に知識より分析を多く要求するようになったと言われる。すでに、土田教存は健康上の事情も絡んで、自由大学の運営に直接関わることはなかったが、上田自由大学でも、土田の自由大学理念を批判的に継承する動きが見られるようになった。しかし、この上田自由大学も、その大きな柱であった高倉が、1929年3月の、 山本信春の死を契機に、共産主義者への傾斜を強め、活動の重点を農民運動に移し、北新左翼論壇の赤月章として、関係当局の厳しい監視を受けるようになった。しかも1930年の大強行によって、上田、小さ型地域の養蚕農家は、壊滅的な打撃を受け、徴工者である農村青年層の経済的基盤が崩され、実際に2円。 内資産園の調校料を払って自由大学の講義を聞きに行く青年もほとんどいなくなった。そして1930年1月、安田徳太郎の精神分析学の講義が最後の講義となり、1931年には自然消滅した。ありがとうございます。